プレイステーションホームはかつてプレイステーションネットワークを通じて提供されていたプレイステーション3向けの仮想空間サービス。現在はサービスを終了している。アバターを作成して仮想世界にログインしてリアルタイムコミュニケーション、ショッピングが可能なほか自分に割り当てられた部屋の改装、ゲーム等ができる。3次元コンピュータグラフィックスによって TV を通して まるで窓から外を覗き込んでいるような風景が作られている。ログインには PSN の ID が必要。PS3 から PSN にサインアップした後に PS3 を再起動すると XMB の PSN 列に PS ホームのアイコンが追加されるのでそこから起動する。初期状態では最低限の機能しかインストールされておらず、ユーザーの行動に応じて必要な機能が追加ダウンロードされる。 さすがたサービスとなっている。利用者同士の交流場所であるホームスクエアに始まり、ゲームスペース、シアター、マーケットプレイス、ホームカフェへとつながる。ゲームスペースではボーリングやビリヤードなどが楽しめ、アーケードゲームの筐体に向かえばビデオゲームが楽しめる。マーケットプレイスではアバターに着せる服やパーソナルスペースに置く家具などを買うことができる。他にシアターでは 最新ゲームのトレーラーを見ることができる。悪質なユーザーについては PS3 を機能的にネットワーク上から切断することが可能で、その場合サブアカウントも使えなくなる。欧州時間2008年12月11日にクローズドベータテストは終了し、全ユーザーに開放された。日本国外では同日にオープンベータを開始とのアナウンスがされ、日本での発表とは異なる。しかし、 日本版であっても実際に、クライアント起動時のタイトル画面には、ベータの表記がある。2013年8月30日、アジア諸国での新規コンテンツの配信を終了することが発表された。日本では2013年9月、日本以外のアジア諸国では2014年3月で終了している。さらに、2015年3月末をもって日本を呼び、 アジア地域でのサービスを終了することが発表され、2015年3月31日に予定通りサービス終了、4月以降に起動すると終了をアナウンスする表示が出るのみとなった。アバターとは、ホーム内での自分の分身にあたり、ジェスチャーによって決まった動きを与えることも可能、ダンスもできる、性別規制はなく、ユーザー本人の実際の性別に関係なくアバターの、 性別を決められる。外見は写実的で顔についても顔形、色など調整が可能。ただし結果的にどこか西洋風に限定される。体型もある。程度調整できる。女性の場合は顔のメイクについても調整可能。さらにショップで入手した服装やリワードアイテムによる着せ替えもできる。これらの外見は自由にいつでも切り替えられる。 旧パターンのセーブが可能になっており、そのデータをロードして一斉に変更可能。バージョン1.240より使わない副食品を格納できる倉庫が追加された。セリフの入力はソフトキーボードおよびキーボードなどの外部入力機器で行う。入力したセリフは吹き出しで表示されるとともにテキストウィンドウのログにも保持される。通常にはユーザーのオンライン ID が表示されている。 オンラインネームではないので注意。表示色は設定で選択でき、吹き出しの色にも反映される。フレンドの場合は、フレンドマークがつく。このアバターラベルと呼ばれるものは設定で、表示の有無が切り替え可能。他のユーザーのアバターに接触すると、プロフィールやトロフィーの閲覧、フレンド登録やメッセージの送信が可能。3分間、無操作の場合は履歴中表示になり、その状態で、 一定時間無操作が続くと自動的にログアウトする。バージョン1.240よりステータス表示が追加された。これにより心理的状態や状況などを明示できるようになった。ステータスの状態によっては表情や立っている時のアニメーションに変化を与えるものもある。アバター同士で会話ができるようになっていて文字入力によるものとマイクを使ったボイスチャットの二通りが可能になっている。 文字入力の場合は、チャットログだけでなく、吹き出しでも表示される。チャットチャンネルが3つありそれぞれメッセージが聞こえる。範囲が決まっている。同じラウンジのすぐ近くの人たちに聞こえる。パーソナルスペースやクラブハウス以外は、ボイスチャット非対応。文字色は白。同じグループに属する人たちに聞こえる。ラウンジや距離関係なし。文字色は薄紫。同じクラブに属する人たちに聞こえる。 ラウンジや、距離関係なし。文字色は緑。指定した ID のみに聞こえる。ラウンジや、距離関係なし。文字色は赤紫。同じミニゲームの参加者に聞こえる。このチャンネルが使えるのは一部の多人数参加ゲームのみ。距離に、関係なし。文字は大色。グループとは、バージョン1.240から追加された、最大8人までのプレイヤー集団。 特定集団というよりは一時的な集まりに近い。ログアウトするか解散するまで保持される。グループには同時に一つまで参加できる。最初に他人を勧誘してグループを作った人がリーダーになる。王冠のアイコンがアバターラベルにつく。グループリーダーはメンバーをグループから削除したりメンバーにリーダーを移常させることができる。グループリーダーがログアウトした時は残るメンバーの誰かにリーダーが 自動的に移る。ユーザーごとに割り当てられている個室。手持ちの家具を自由に配置できる。フレンドを招待することも可能。ベーシックタイプが無償で割り当てられるが、別荘を購入することもできる。デフォルトになっているものが、ホームスクエアにある、パーソナルスペースの建物入り口から入った時に、選択される。ラウンジとは、空間単位の名称で、ホーム内にはいくつかのラウンジが用意されている。 ホームにおける中心的な公共ラウンジ群、ナビゲーター経由で別のラウンジ群に移動できる。また、ホーム内で独自のラウンジを公開している企業も多数いる。一部ラウンジには年齢制限がかけられており、対象となるラウンジは背景色を変えている。すでに公開が終了したラウンジは、社体表記とする。また、EA の全ラウンジは、現在一時撤去中、グローバルラウンジでは、 日本以外の海外ホームユーザーとラウンジが共通となっており、海外ユーザーと触れ合うことができる。なお、テキストチャットは発言したユーザーの言語で表示されるが、簡易チャットでの発言は、相手ユーザーの言語に翻訳されて表示される。ラウンジ単位で64人という上限を設けて、リアルタイムで同じラウンジを増減させて、ラウンジ内の混雑回避をしている。無論、 本当に1ラウンジ64人に制限すればアクセスしてくる全員を収容するのは不可能なので実際には同一のラウンジを必要個数分用意するこのラウンジの複製単位をインスタンスと呼ぶこのインスタンスは各ラウンジ内の人数によって動的に増減されるまたインスタンスを見分ける方法はユーザーにはない従ってたとえ同じラウンジにいても各インスタンスは 独立しているので、インスタンス違いで会えない可能性がある。この場合は、フレンドのところに行く、フレンドを呼ぶコマンドやクラブハウスを使えば、同じインスタンスに割り当てられるので、会うことができるようになる。ユーザーがクラブを作ることができる。クラブには専用の個室であるクラブハウス、ベーシックが与えられ、そのクラブのメンバーのみが入室できる。ホームスクエア内に、クラブハウスの建物はなく、 メニューパッド内のクラブメニューから移動する。クラブの最大人数は32人。ユーザーは最大5つまで掛け持ちでクラブに参加できる。クラブ解説者はリーダーとなり30日ごとに500円の解説料がかかる。なお、解説券購入の自動引き落としはなく、更新期限までに継続手続きと支払いがなければ自動的に解散となる。ただし、 継続の課金については現在は見送られている。クラブの課金形態については引き続き検討し、決定次第課金開始まで90日の猶予をもって公表される。継続課金の経緯、編集、オープンベータ開始記念として、初回の解説権購入で2009年春まで無料継続。何も発表なく、そのまま無料継続が続行。 少なくとも2009年中の継続課金はしない、旨発表。2010年3月31日までは、継続課金をしない旨発表。継続課金はしばらく行わない旨と、継続課金開始決定時の猶予期間の発表。解説料を支払ったクラブのオーナーは、自動的にリーダーに指名される。リーダーになれるのは一つのクラブのみで、それは、 自分が解説することができるのも同時には一つであることも意味する。リーダーはメンバーからサブリーダーを4名まで指名することができる。サブリーダーを辞めるにはリーダーが降格させる必要がある。リーダーがクラブを辞めるには解散するしか方法がなく他のユーザーへの譲渡はできない。クラブへの招待状を送ったり除名も可能。クラブハウスにはメッセージボードが置かれていて リーダーとサブリーダーがメッセージを書き残すことが可能。メッセージは16個まで保持される。クラブハウスから強制退出させることも可能。リーダーはクラブハウスに家具を設置できる。リーダーはブラックリストで特定ユーザーをクラブへの参加禁止にすることができる。正式名称を全角21文字まで、略称半角英数字で8文字まで設定できる。連続した七つ以上の数字も禁止。 一度使われたクラブ名は将来にわたって重複禁止であり解散後であっても二度と使うことができない。ゲーム側が対応していればホーム内でセッションを組んでオンライン対戦などができる。無論セッションに参加する人全員がそのゲームソフトを持っている必要がある。セッションに対応しているゲームは現在以下の通り他にもホーム内からゲームの起動ができるものもある。 ホーム内やゲームの中には、条件達成などで、ホーム用アイテムがもらえることがある。これを、リワードアイテムと呼ぶ。リワードとは、報酬、褒美という意味。リワードアイテムは、パーソナルスペースに飾れるものやアバター用の衣装など、種類も多岐にわたっており、取得可能期間に制限が設けられるアイテムもある。その他、個別ゲームソフトをプレイすることで手に入るアイテムもある。バージョン1.35で、 ワールドマップが廃止されてナビゲーターに置き換わった。ナビゲーターはログイン直後の最初の画面になり最初に移動するラウンジを選択できる。またメニューパッドからもナビゲーターに切り替え可能。移動先のラウンジ選択には以下のカテゴリーがある。お気に入りに登録されているラウンジが表示される。イベント開催中などホーム運営がおすすめとして紹介するラウンジ一覧。内容は 定期的に更新。パーソナルスペースや所属クラブのクラブハウス一覧。ホーム内のすべてのラウンジ一覧。Q ワールドマップ相当。フレンド一覧。フレンドがホームアクセス中ならば存在場所が表示される。フレンドがいるところがパーソナルスペースならメッセージ送信可能で、ラウンジなら同じラウンジに移動できる。ナビゲーター使用中にラウンジのバックグラウンドダウンロードも可能。 お気に入りラウンジの追加、削除もできる。褒めジャパンという ID で、イベントのサポート等で、運営の係員が、ホームに実際にアクセスしてくることがある。ID の〇〇は数字、外見は統一されており、犬の頭になっている。用紙は、イブの時間劇場版スペシャルトークや、翔恵兄貴のゲームキャンプ、PS ホーム特別編を参照。ありがとうございます。